パラスティカの豆だと沢でです。この間コストコに行ってきましたね。そうでした、そうでした。一個やってないことあるんじゃないですか。ありました。ドゥーン、牛肉1キロ。今日が消費期限だし、そう、持ってくるまでに灼熱の中2時間。保冷剤とかつけないでね、ね、常温できちゃったから、もうちょっと今日食べないとまずいということで、うん、焼いて、はい、こちら完食を目指して食べていきましょう。わかりました。へいへいほー。ちなみにこちら、1.3kg で3200円でした。なので、ああ、 100g あたりの計算はどうやってするんだい。なんだってなんだって。なんで 1.3 の 1.3 キロの3200円だ。 1.3 キロ3200円、3200円、1.3 1300の、わからないな。おお、沢になって踊ろう、ラン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 。わかんない、だからこうやって刺すんだ。あんたプロかい。いや、プロの人いるやん、ここに。そうよ、こうやって置いて、そしたら真ん中に刺さるから。ほら、ほんとだ。そうなの。ちょっとゾンビ焼き始めちゃっていいかな。いいよいいよ。じゃあいっちゃうよ。いっちゃって、聞かせていただきます。はい。パラスティカ食べちゃうじゃん。一旦食べちゃおうじゃあね。肉汁がやばい。やばいよ。いただきます。だよね、だよね。こういう上品な食べ方しちゃうんだから。そうよ。おいしい。めちゃくちゃ美味しい。やばいな、これ。なにこれ。しかも結局こうやって外して食べちゃうんだから。美味しいね、コストコの肉。うん、こんな美味しいんだ。ね、衝撃なんだけど。コストコの動画さ、うん、みんなが、あの荷物の量をどうやって持って帰ってきたのか、騒動が。でかいディズニーのショッピングバッグと、我々のリュックで運んだの。洗剤とかリュックに入れて、そうそうそう、角張ってて、でかいものを袋の中に入れると。で、2人で、せーのって一緒に肩にかけて、2人で横並びで持って帰ってきましたよ。一番難易度高いのは、改札。うん、改札が一番やばい。あれ、アウンの呼吸よね。うん、そうね。パラティカ、これ食べたらもうあとそのコロコロだけっしょ。そうだよ、ペロだな。マジペロだね。ね、ペロとチャンネルハローだわ。ペロとチャンネル、あおー、サスケです。ペロキング、ペロングペロメン。飲み物飲みすぎるから、マックスウーバーイーツで空のスキンショップを頼むっていうのどう。乗った。それ、乗った。入ってこないかな。あ、今ケンヤっていうちょっとイケメン風な人が自転車で運んでるわ。オッケー、じゃあちょっとインターホンで確認して共有します。オッケーです。ウーバーの指名性あったらよくない。うん、めっちゃいいよね。リストからさ、パーって選んで、うん、あ、この人いいじゃんって思った人と、思った人とっていうか、思った人に配達してもらう。でもそれだとはきっとあれなんだよ、おじさんとかが指名されなくてさ、そっか、賃金差が出ちゃってダメか。おじさんがもしかして詐欺してめっちゃめっちゃ持ったキムタクとかの写真使っちゃう可能性あるしな。そのウーバーのあれでさ、恋とか生まれんのかな。ある話っぽいよ。すごっ。サザエさんでいうサブちゃんと、そうそうそう、恋中にってことでしょ。恋中にってことよ、サブちゃんと。じゃあ、三河屋です。あ、そうだそうだ。チャーって、チャースって意味か。私なんであの人いつもチャーって言ってんだろうって思ってた、ちっちゃい頃から。なんか合図なのか。私がサワデーさんに勧める、うん、サワデーさんこの人好きっしょ当たってるから、うん、そう、あのね、すごいな。こう、私は B 線だっていうイメージが結構ついてんだよね。 B 線だもんね。だって B 線だもんね。そうでしょ。やっぱ B
ぎ戦だからっていう理由だけで、うん、なんかブスを見つけ、ごめんね、ほんと口悪い、ごめんなさいね、うん、言葉遣い悪いんですけど、うん、ブサイクを見つけたら、うん、私に勧めてくるのよ、みんなが。B 戦の人は分かってくれると思うんだけど、うん、B 戦のそのブサイクな、うん、なんて言ったらね、言葉、うん、変えられる、なんか一般的に、うん、そのイケメンの部類から外れてしまった方々、はいはいはい、たちを好きだって好き好む人たちって、はい、その中でもタイプがちゃんとあるのよ。ケンコバさんよね、一番よくないの。ケンコバさんほんとひどくて、さだ、うん、さんこれ好きでしょ、これ好きでしょって送ってくんだけど、うん、この間これ好きでしょって言ってコメンテーターの古市さんの画像送ってきた。いや、かっこいいのよ。いや、かっこいいんだけど、うん、タイプじゃないのね。あ、うん、そう。みんなそんな吉沢亮さん好きなわけじゃん。うん。だけど別にそのお顔の人と付き合いたいわけではないじゃん、正直。そう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 。パラピカ！だって許せるでしょ、なんだっけ、谷くんじゃなくて。谷くん？谷くんじゃない。多分一文字のあんたが好きな。谷くんじゃなくて、なんだっけ。谷くんじゃなくて、ほら、キンプリの。ハハ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 、素晴らしい。肉振る舞う？振る舞うか。食べかけだけど。多分肉食べれるタイプの人だ。あ、いいっすか。あざし。出て帰ってきたやつ。あざし。やだよ、そんな人。はい、ありがとうございます。あれはちょっとエッチする。エッチすぎる顔だったね。田中マー君をちょっとキリッとさせた感じじゃない？はいはいはい、うまっ。うまい。マジ？ケンヤが持ってきた服うまいわ。うわ、ね。これはケンヤマジか。うまさ5割増しだわ。いや、すごいね。トライブ系じゃないよね。トライブか、そういうトライブなニュアンスはでしたよね、うん、トライブニュアンスはあんだ、うん、だよね、うん、ライジングさんも乗ってるかもしれないなエレベーター待ちとかで練習、EXPG の特待生で、うん、かもしれない。次の練習に向けてちょっとでも鏡が使えようもんならそこでライジングさんステップ。ウーバー店舗に取りに行って商品待ってる時間もライジングさんステップ。お店のガラスで反射した自分を見ながら中から見えてんのよ。中からバッチリ見えてる。あの人何やずーっとライジングさん何番さんできましたって。はい、お願いします。 あと10回だけお願いします。あと10回だけ待ってください。ちょっと急いでもらっていいですか。次のやつもあるんで。マンションをこうついてる。ピーンポーン自動ドアになっちゃった。自分見ウーバーイーツです。パラピカ、やばい、苦しい。しよっかな。よし、ちゃおう。お待たせしました。いいえ。1.3kg 完食。素晴らしい。ごちそうさまでした。パラピカ、今日はコストコの牛肉をですね3キロ食べました。大味じゃなくてめちゃくちゃ美味しかった。美味しかったね。うん。皆さんもぜひコストコ行ったらお肉買ってみてください。私たちのツイッターのアカウントが下の概要欄にあります。この動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をお願いします。以上、せーの、パラスティカでした。触られてるって実感ある？ない。ない。これ。あ、これはある。これは？あ、あるある。またうまいな、じゃあ。ない。ない。うん。
あ、ないない、はい、あ、それはある、それはあるよ